皆さんこんにちは。キャビアテレビ犬とインコの母ちゃんと、キャバリア隊のみんなです。はい、今日なんですけども、わー、ビーちゃん来たビーちゃん来たね。今日なんですけども、ちょっとずっとやりたかったあの実験というか、海外のですねチャンネルでちょっとヒントを得まして、テーブルの上にあんちゃんたちが大好きな鶏の胸肉を置いておいて、私が、ちょっとトイレに行ってくるからこれ食べないでねって言ったら、みんなは待っていられるのかね、やっちゃうやろうと思います。まあインスタとかでもこの間ケーキの件をアップしてるんですけども、ホールケーキをガブリとやられまして、置いといたの早く丸ごと1個やられちゃうとこだったんですけどもねなので前からチャンネルを見てくださってる方は、うすうす誰がやってしまうんではないかっていうのをもう分かってると思うんですけども、せっかくなので本当にどの子がどういう表情で撮っちゃうのかを、はい、やりたいと思います。やりたいと思います。誰に話しかけてんの、誰に話しかけてんのねはい、予想を皆さんしていただいて、どの子がどういう表情で、盗み食いをしてしまうのかもう盗み食いはするって決定してるんで、もう分かってるんで、どんな感じでっていうのを、撮影したいと思いますね。それではどうぞどうぞってね、皆さんどうぞってねいつもありがとうございますちゃんの今日の晩ご飯、今日の晩ご飯だよ、ママさんのね。だからこれ食べちゃダメよね、ママさんのだけど、まあ、ちょっとね、ちょっとトイレ行ってくるから食べないでね。ダメよ、絶対手出しちゃダメよ、ダメよ、手出しちゃダメよ、ママさんのだからダメよ。 OK?おさらしててよ、待って、ダメ、待ってよ、待ってよ。
ピーちゃん食べてる音するよね。誰か食べてるよね。絶対食べてる。誰が食べてると思う？ピーちゃんは誰が食べてると思う？ね、ほら絶対食べてるよね。そろそろ行く？そろそろ行ってみる？ね、食べ終わったっぽい食べ終わったっぽいよね、行ってみようか。どんな顔するかな、ワンちゃんたち。どんな顔するかな、行ってみるね。静かになった。行きましょう。静かになった。あれあれあれ、なんで食べた、なんで食べた、ねえねえ、なんで食べた、どうして食べちゃったの、ねえ、食べたよねこれね、なんで食べた、どうして食べた、ねえ、食べちゃダメって言わなかったっけ、さっき言わなかった。ね、食べちゃったね。美味しかった。美味しかった。オッケーオッケーオッケー、危ないから、危ない危ない。また食べてないのね。うん、食べてないね。食べないでね。食べたよねこれね、なんで食べた、どうして食べた、ねえ、食べちゃダメって言わなかったっけ、さっき言わなかったねえ、食べちゃったね、美味しかった。